箱根の監獄脱獄日誌に挑戦です。このステージはそんなに時間かからないよな。大脱走の半分ほどだけど城を叩いて時間がかかります。ではゴー。いきなりですが倍速します。お金集めに時間がかかるのと前に進むのに時間がかかるため城を叩くまでのやむを得ない措置です。手抜きじゃないんだぜ。余計なことは言わないの。今回難しい敵はボスのブラックブンブンよりもハイエナジーです。どういうことなんだ。合計7体出るんだけど星3のハイエナジーはとにかく厄介。実際に戦ってみるとわかります。そこまでの早送りか。出ました、ブラックブンブンです。一応ボスですがバルキリーで動きを止めて攻撃を繰り返します。ハイエナジーがすでに2体出てますが、本当に厄介だから見ていてね。わかった。とにもかくにもブンブンは強いですがたった1体。私の弱ったこの体でもニャンピュータはいりません。下手っていうより本当に体が動かないもんな。まあ下手以前の問題だね。出せるものは随時出していき相手に主導権を握らせないようにします。主導権って具体的には、簡単なことですよ。前に進ませないようにして敵を倒すことです。そんなことできるのか。できるできないじゃなくするのです。ブンブンを前に出すと面倒なのと早期決着をするにはどうしても後手に回ってはいけません。一体だけならなんとかなります。これ以上押し込めないのはボスのため城の後ろに押し込めることができないからだぜ。まあこのステージは揃うものさえ揃っていたら難しい場面はハイエナジーとの直接対決だけです。どういうこと？ブンブンを倒した頃には数が増えていて倒すのがものすごく難しいです。どう対処するんだ？早めに城の後ろに下がらせて城を叩いて終わらせます。ブンブンは前に出てきてませんが他の奴らが出てきてるんだが、数が数だからどうにもなりませんね。まあブンブンさえ前に出てこなければ問題はないです。随分こだわるがなぜだ。単純に言ってしまえばウルルンを守るためです。ブンブンは攻撃力が高すぎてウルルンじゃ一発 KO です。卑怯な攻撃薬剣吹っ飛ばし要因の穴を開けるわけにはいかないんだな。じゃあハイエナジーとかの攻撃はどうなんだ。その前に課題のブンブンを倒しました。ハイエナジーも吹っ飛ばしの特性を持ってますが2体までなら問題ありません。それ以上になると問題になると。壁役と前線にドラゴンをどれだけ置けるかで勝負は決まります。ハイエナジーをヒットバックさせるのはここまで来ると大変ですがまだなんとか対応できる範囲。どうしても難しい場合は城ごと攻撃です。力技って言っても強さからすれば力なんてないか。星の数が証明してますからキャラの強さなんて何の足しにもなりませんよ。さて、今回前半を早送りしたのでもうすぐ攻略はおしまいです。城を叩く音が聞こえますね。強敵と無理に戦わずに城を落とせればそれに越したことはないです。まあ平和に住むのなら。勝利ー。さあ難問は突破しました。ドロップはできれば謎の骨が欲しいです。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。難易度はどんどん上がっていきます。